その日まで絶えることなく続いてゆく恨み、妬み、そして限りない欲望、今天界より無冠の勇士が何か手にしようと欲望を抱き、王道の天守閣に舞い降りる。さあやってきたぞ、やってきたぞ武藤刑事。勝利への欲望、たっと目を見開き、夢の6人タッグマッチに挑みます。6人高松30分一本勝負を行います。青コーナー200パウンドグランナニワ、グランナニワ215パウンドグランハマダ、小さな巨人右手を掲げればグランハマダ380パウンドアブドラザーブーチェー、早くもフリフリポーズを見せておりますアブドラザブッチャー、ドスカラス230パウンド、そしてミルマスカラス、千の顔を持つ男ミルマスカラス、さあ武藤刑事、天の才能を保持するか武藤刑事。早速この一戦をバイオレンスにお伝えをしてまいります。放送席解説週刊ゴング流魂伝承記者長野景さん、実況私松崎敏夫です。長野さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ワクワクしますね。本当ですね、はい、この試合は本当に昭和54年8月26日ですか、この日本武道館で行われました夢のオールスター戦以来の、そんな感じもしますがね。そうですね、先発はドスカラスが行きます。赤コーナーサイド、青コーナーサイドはグラン浜田が行きます。まもなくリングベル、ゴングの音色、今ゴングだって始まりました。夢の6人タッグマッチ30分一本勝負、全日本プロレスよりテレビをご覧の王道ファンの皆さんに真夏のプレゼント、場内からドスカラスコールが連呼されております。全日本プロレスの30周年スペシャルイン大阪では、ドスカラスマスカラス組は安城陽次アブドラザブッチャー組とぶつかりました。8分20秒、マスカラスが思いっきりクロスボディを安城に見舞いまして勝利を手中。その時マスカラス、ドスカラスはアブドラザブッチャーと実にリング上で対戦するのが細野さんの23年ぐらいですか。 そうですね、はい、昭和54年以来ですからね、はいはい、8月でしたね、とにかくすごい場外乱闘が見られたわけなんですけれども、今日のこの王道30ジャイアントバトルイン武道館ファーストバトル、明るくの戦いではどういう試合が見られるのでありましょうか。まずはニュートラルコーナーであります、グラン浜田、そしてドスカラス、まあ、この浜田と、ね、ドスカラスというのは、はい、あのメキシコ UWA で、ね、はい、まあ、階級は違いますけども、まあ、盟友といいますかね、はい、本当に長い付き合いのある気心の知れた中でもあるんですよね。思いっきり状態が浮き上がりました。グラン浜田倒立していって、そしてドスカラス向いたところで真正面からカウンターのキックをドスカラス、これは噴射式バックブリーカーで抑え込んでくるか。ドスカラス、自軍コーナー付近でありますが、ここでもってグラン蹴っていってエプロンからリングした。さあグラン浜田が飛んでくるのか。グラン浜田がグランチャー、浜田も張り切ってますね。そうですね、解説の長野武弘さんはこのグラン浜田ドスカラスを担いだことがあります。いわゆるファンクラブ、そうですね、あの両者とも入場の時担いだことあるんですよね。はい、はい、そして線の顔を持つ男ミルマスカラスが入ってくれば、青コーナーサイドはグランナニワが入ってまいりました。マスカラス貫禄たっぷりですね。そうですね、マスカラス
1942年7月15日の生まれであります。ですからもう60歳であります。180センチ105キロでありますマスカラス。いやいやいや、これが出る時のマスカラスは絶好調ですよ。はい、学生時代はアマレストボディービルで活躍いたしました。68月で入試、71年の待望の初来日、全日本プロレス2001年1月28日東京ドームで行われましたジャイアントロボ3回忌追悼興行以来の参戦。今シリーズはドスと組みまして、7月14日博多大会では平井なにま組、7月15日長戸大会では大阪橋本組と対戦いたしました。千の顔を持つ男ニル・マスカラス、まあ、初来日した当時ですが、その辺りで千の顔を持つ男と言われていたん で、 そうです、ね、今もう2000から3000くらいじゃないですかね。さあ出た、さあドスカラスも入りましたよ。じっくりとご覧ください。これが変態攻テイクオフとなりました。いや今ね思わずね武藤もにっこり笑って拍手してましたね。はい、きっとね武藤もねこれを間近で、ね見れるのは嬉しいんじゃないですかね。そうですね、私たちプロレスファンに本当に夢と希望を与えてくれたビル・マスカラス、さらにはドスカラス。真正面まずボディを蹴りました。グランナリは腕をぐるっと回していって後方回ります。グラン浜田がこれはウープラトンで持ってくるのか。ビル・マスカラスをキャンバスの中央、しかし綺麗にブリッジができました。ビル・マスカラス恐るべき60歳。そしてヘッドスタースダブルできた。バックに回っておいてアトミックドロップからマスカラスのラリアット。マスカラスのラリアット、そうですね、はい、あのアトミックドロップはね昔これでホール取ったりする得意技でしたもんね。そうでしたね。テーブラトンで持ってラーも見れる変態攻スカラスが飛んでまいりました。今ボディを経過しました。そして武藤敬司が入ってくる。マスカラスから武藤スイッチ、そしてアブドルザブッチャー、黒い術師が入ってまいりました。小澤さん、はい、あのこの武道館のマットで武藤とブッチャーがタッグではありますが、はい、ぶつかるっていうのはそうですね初めてですよね、はい。で今ねロープワークを真似しましたね、ブッチャーがね、ロープワークから頭くるくると、ブッチャーもやる気ですよ。はい、ビッグビッグオースが出たところ、そして武藤敬司ゴールのコーナーピンで、いやロープピンでありますが、ブッチャー中出そう、何かを出した、表情の長いものを出しました。わーっと一撃武藤、ちょっと痛めてる、膝をついた、昔のテリーファンクを思い出しますよね。そうですよね、テリーのね、はい、あの腕膝耳とね、はい、フォークでやられたんですよね、はい。さあスティック状のものでアブドーラザブッチャー、武藤敬司の痛めている膝のあたりを打ってまいりました。武藤敬司は今日この後グレーとムタとなりまして、グレーとフジとぶつかるわけでありますセミファイナルですから、こんなところでちょっとこれ痛めつけられてはその試合に影響がなければいいんですが、ぐっさ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 さしております。アブドーラザブッチャー、カクラン浜田が入ってくる。カクラン浜田が相手の膝の裏のあたりに自分の2位を落としてまいりました。今度はヒップドロップ、ドスカラスが入ろうと思うんですが、これもレフリーに収められております。アブドーラザブッチャー、これはちょっと辛辣だ。アブドーラザブッチャー全体重をかけても全預けてまいりました。武藤の膝そけい部が心配だ。アブドーラザブッチャー、これは卑劣な戦法に出てまいりました。黒い術師アブドーラザブッチャー、武藤が狙われましたね。今武藤のそのそけい部のあたりに150キロが乗ったわけですからね。そうですね、
でまた完全に今度青コーナーサイドは武藤圭司の左の膝の裏のあたりに照準絞りまして、グランナにはグラン浜田、アブドラザブッチャーと攻撃を仕掛けているわけであります。依然として赤コーナーサイド、ロスカラス、マスカラスが入ろうと思うんですが、それはレフリーによって諌められているわけであります。日本武道館のファンからは若干、特に女性ファンからは悲鳴のようなものが上がっている。アブドラザブッチャーが入ってくる。ブッチャーが入ってきて、どうするか。じっくりと回り込んでいって、ブッチャーが地獄好き、シュシュシュが出たところ、アブドラザブッチャー、ブッチャーといえばね、バラさんに始まり、ジャンボ鶴田、はい、天竜、みんな戦ってきた人ですからね、武藤もここでブッチャーを体験しとかなきゃいけないですね。そうですね、中国好きだ、若干えぐるような感じ。そしてブッチャーが出るぞ、強烈、そこにいるも抑え込んでいっていくのか、カウントは2カウント。武藤毒針エルボー初体験であります。そしてロスカラスが出てまいりました。ロスカラスがアブドーラザブッチャーにロープに振られる。返ってくるところは一発のロープで返す、綺麗に決まった。ドスカラス、ドスカラス、さらにはロープの反動をしていったかどうか。来た、飛び込み際、そうですね、はい、モンキーフリップかなんか狙ったのかもしれないですけど、はい、ね、読まれてましたね。場内のファンの皆さんもシュート言っていますが、これにはマスカラスと武藤がアブドーラザブッチャーを2人の合体が見られます。まさか2人で変態効果、武藤も飛びましたね、連帯飛行、何かもう夢ならば絶対に冷めないでほしいという試合展開。ルーシャ式バックブリーカーはちょっと流れ込んでいったんですが、ドスカラスダブルアームで持ってくる。ドスカラスが今度はルーシャ式で来る、抑え込んでいったんですが、グラン浜田がカットに入ってまいりました。今度はリングの中央で持って、ここはパワードライバーでしょうか、抑え込んで、決まった、決まった、決まった、なりました。一瞬にして決めてしまいましたね。そうですね、ドスカラスが決めました。一瞬に決まってしまいました。さあ振り返って長野さん、どうですか。そうですね、ブッチャー武藤も見応えありましたし、マスカラス兄弟も魅力全開でしたしね、はい、武藤とマスカラスは変態服は見れるとは思いませんでしたね。そうですね、ただもっと長い時間ずっと見ていたいなという贅沢な気持ちも湧いてきてしまいますね。本当ですね、ドスカラスが完全にこれは相手を、まあ、青コーナーさんではちょっと息をついた瞬間でしたね。そうでしたね、ドスカラス、何を今正式タイム入りました、9分44秒、ドスカラスがグラン何を捉えまして、武藤圭司、ミルマスカラス、ドスカラス組外貨を掲げた一戦でした。